イマド・アルホスにはヨルダンアンマン生まれのサッカーオマーン代表のサッカー選手。イモットはアマドともかく。2003年にオマーンリーグのあるハーブウラでキャリアをスタート。2004年にサウジアラビアのアルディアドに移籍。そこで30試合16ゴールの高い得点能力を見せる。2005年にカタールのカタール SC に移籍し、2008年には 同じカタールのアルラーヤン SC に移籍している。2006から2007シーズン、2008から2009シーズンには、それぞれ11ゴールを挙げカタールリーグの得点ランキング入りをしている。2009年9月に、その高い得点能力が認められ、ジュピラーリーグのシャルルロワ SC に移籍した。オマーン人ンプレイヤーのヨーロッパ進出は、ボルトンワンダラーズ FC のアリアルハブ氏に続いて、 史上二人目の快挙となったが、2010年1月フルスのアルラーヤン SC にレンタル遺跡で復帰した。2010年夏、サウジアラビアのあるアハリジッタに遺跡。代表でも高い得点能力は健在で、2004年のアジアカップのグループステージでは、競合イランから2得点を奪い試合をドローに持ち込んでいる。同じグループステージでは、日本とも対戦している。 2004年のガルフカップでは、イラクとバーレンから、それぞれに得点して4ゴールで、大会得点王となる。近年のオマーン代表のガルフカップでの好成績、2004年と2007年の、準優勝、2009年の優勝の原動力となっている選手である。オマーンとヨルダンの二重国籍であったが、オマーン国籍を選択した。ありがとうございます。